日はね、兄ちゃんと私があんまりググらない私が久しぶりにググって、なんだっけ、なんて駅だっけ、なんか忘れたけど、なんちゃらなんちゃら、で、の、この名前、元気なくね、うちら疲れてる。ごめん、名前、今度でさ、どうせ概要欄に言えないから言っとく。P.O. トムヤムくんヌードル。ちょっともうめんどくさい。ちょっと待って。はい、これがメニューで。じゃじゃじゃん。見て、これ全部ヌードルがつくんだって。ひーちゃん、80でいくらぐらいだっけ？この中から選ぶのヌードルを。で、これ。なんか。明日も来たいとか言いそう、ヒートどうしよう、見てて、いや疲れてんじゃん、ママ、はい、これねで、辛くないのもあんだってね、うん、でも、ヒーちゃんは何にしたかというと、でもこれ、見てヘルシーコースみたいな、早っ、あれ、ヒーちゃんのじゃない、それええな。以上、おかゆにしました。80。何それ、本当におかゆ？出したくないんだ、まだ。まだだね。自分で取るのかな？違う。何それ？米入ってる？入ってる？うまそうじゃない？はい、こんな感じです。パセリ入ってる。パクチーじゃない？どう？うま。Thank you。パクチーっぽい。いいじゃん。これもあって。こんな感じで、さっきママ食べてあげる、ジュースがこんな感じ、もうちょっと狭いんでね、みんなに店に着いたらいいよ。エビでかくね、でかいよ、シャコエビ、これで合ってる、少なくね、全部少ないよね、2個ぐらいがちょうどいいんじゃない、え2個ぐらいがちょうどいいかさ、1個いくらだっけ、今ね、飲んだんだけど、クリーミーな方、私調べたの、なんかタイってクリーミーとクリーミーじゃない方があるらしくて、こっち、ココナッツミルク、もう圧勝だよ、これ、ママ、ココナッツミルク大丈夫なの、あんまり、でも、ガラガラガラって1個嫌い、これはうまい、あ、ガドガド、ガラガラガラって1個嫌い、いや、なんかさ、レムラ最初に行ったとこさ、タケノコすごいです、これマジでさ、これさ、聞いて、ガルガル食べる、ね、聞いて、ガルガル食べるとジンマシン出る、絶対さ、ジンマシン見たことないから、君色してる、なんかすごい色にしたんだけど、なんだっけ、タイコーヒーだっけ、タイミルクティー、ウィズブラックジェリー、どうどうどう、やばい、うわ、ん、終わったよこれ。終わった。これさ100円はやばくない？100円？30円ぐらい。やば。何これ超無駄？やば。これ110円は熱。厚水はこいつの。食欲かきながら。ブラックゼリータピオカ、うまいね、タピオカミルクティーみたい、変な色だけど、うまい、ドブ側の色してる、でもめっちゃうまくない、やばいね、ここにエビでかっ、 Thank you、 エビでかっ、いやマジでここのうまいよ、なんてお店でしょう、トムヤムなんとかなんとか、みんなこのエビが目印だぜ、みんなこの、でもなんか道がすっごいめんどくさかったけど、駅から何分、うちらの足だから、駅から5分、うちらの足だから遅いんだけど、みんなから仕込んだり、多分みんなの歩くスペースだとこんぐらい、こんぐらいで着く、ね、グラブ呼ぼうかなと思ったけど、東京のみんなだったら一瞬だね、東京のみんなだったらすぐ着くさ、うちらさ、こんぐらいの歩きで行くから、ね、バックカントリーぐらいだからこんな遅いよね、でもうちらこんぐらいでいいんじゃない、いや絶対当たりだよ、今んとこだってさ、見た、あの人混み、うちら入った時はまだ座れたんだけど、駅より混んでたよね、今もう並べるんだよ、駅より混んでたよ、駅より混んでます、
フルムーンぐらい組んでるよ。うん、メムトムヤムくんと、だからここのトムヤムくん、多分二大制覇ぐらいなの、私。いや、ママね、メムトムヤムくんと違うまい。え、こっち。俺も。いや、メムなんかさ、なんか筋みたいなのいっぱい入ってたじゃん。やばい。タケノコの。いや、こっちの方がうまいけど少ない。メムの方が多いんだよね。あ、メム、うん。迷うな。じゃあ、帰りまーす。はい。トムヤムくん食べて。え？ね、ちょっと次？分かんない。まあ、多分次の次だと思う。もう夜の何時？7時34分で。とりあえずヒルトンの船乗り場まで向かって。表記があるから、ね、ほらヒートネクストステーションって書いてあるから、タクシー、タクシーですね。結構一瞬だったね、電車。そんな一瞬ではない。あ、そう。で、なんかヒルトンの船に乗るんだけど、川の位置的に出口はこっちだろうっていう。多分もうここ何回目？ 2 回目だもんね。これで3回目。明るさでわかる。え？明るさでわかる。明るいのが多い方が、うん、川側じゃない。ね、この湿度やば。明るいのが川側。川の上に、なんか。夜の船乗れるじゃん。え？まだあるかな？ヒルトンの船っていうか。待って、見てみる。ちょっと持ってて。やばい。グラブになっちゃう。いや、なんでこの川の手前まで行ってグラブは、ね、ないでしょ。ちょっと待ってね。大丈夫。ヒルトンの船って何時まで？9時までだっけ？7時までだっけ？9時35分。あ、待って、こっちでしょ。9時、7時40分、8時10分、8時40分、7時30分。あ、7時40分いるんじゃない？はっ、はい、どっち？どっちから来てる？いつもまっすぐ。ヒルトン、え、こっから来てる？嘘だ。え、あっちじゃなくて？ヒルトンだよ、そっちじゃなくない？あ、ウェイ、ヒルトン、ヒルトン、ヒルトン、こっち？あっち？行っちゃったんじゃない？あっち、ヒルトンはヒルトンの旗立ってる。え、あっち側？違う、そこに止まってるじゃん。はい、もう超ぴったりの時間できました。うちら早いね。違うこれ、あ、ヒルトンだ。ヒルトン、ヒルトン、わかりやすいですね。え、ヒルトンこれも、うん、ヒルトンの旗あるよ。行こう。ヒルトン？バンコクだっけ？あ、朝ごはん会場通るから朝ごはんが食べたいよ。
マジお腹空いてきた。トマムくん足りなかったじゃない。え？涼しい。ヒルトンの匂いするね。ヒルトン臭しない？ヒルトン。いやマジでこの匂いヒルトン臭じゃん。すごくない？世界共通のヒルトン臭。はい。ヒルトン臭しない？うん。行けて。どこ行くの？いやここでディナーとかいいね。高いでしょうね。そんなんでもないんじゃないの？1万円とかかもよ。あの船よりは安いんじゃない？何船って。ああそういうこと。あれは多分高いでしょ。あ帰ってきましたよ、やっと。安くてうまいっていうのがいいよね。何が？安くてうまいっていうのがいい。うん、ちょっと待って。Trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from a life